草田さん、突然ですが、七味唐辛子って普段使いますか？美味しいのは、はい、お蕎麦です。あのね、わかりますよ。切らしたことないです。そうですよね、はい。まあ、信州の食卓には本当に欠かせないものなんですけれども、長野市の老舗メーカーが作る七味缶が100周年を迎えました。缶にはある秘密が隠されていました。長野県立美術館でこれまでの歴史を振り返る記念展が始まりました。七味缶として販売されるようになって100年を迎えたんですが、缶の前は竹でできた筒ですとか和紙を使っていたそうなんです。これはこれで素敵ですね。うん、味ありますよね。で、実際に見に来た人に話を聞いてみました。うどんとかじゃなくて、もう白菜漬けとか親たちはもうやっていたので、やっぱり子どもの頃の味覚って今のね、この年になっても好きかなっていう、ソウルフードみたいになってるかもしれない。ある意味郷土食の一つですので、それでやっぱり使ってますし、やっぱり一番馴染みのある商品ですね。まあ、食卓に、はい、冷蔵庫に、はい、いつもあるっていうイメージですね。そっと置いてあるっていうイメージですね。そうですね。まあ、取材していて、私素材や食材へのこだわり今回すごく感じたんですよね。はい、例えば七味唐辛子に入っているこちら山椒は国産のもので、その他の調味料もできるだけ国産のものを使っているそうなんです。ゆくゆくは信州産にこだわりたいということで、食材を作るこう土台作りも担っていきたいというふうに話していました。味に関しては、まあ、特に素材すごくこだわってます。それから製法もですね、自独自のものでやってますので、まあ、そういうこだわりですよね。そこがこう100年続けてこれたということが原因ではないかなと思いますけど。さて、缶のデザインにはある秘密が隠されていたんですが、草田さんご存知でしょうかね。まずはこちらご覧ください。こちら唐辛子のヘタの上に振り出し口があるんです。これは知ってます。本当ですか？だって使ってるんです。まあ、ご存知の方多いかもしれません。はい、でも次難易度上がりますよ。何何？そしてもう一つ、裏面の善光寺には唐辛子がこのように隠れてるんですね。わかりますか？そうなんだ。そうなんです。よく見てみないと、まあ、気づきにくいので、はい、ぜひね、皆さんご自宅の、まあ、唐辛子缶で見ていただきたいですね。で、実際にはですね、およそ28枚の巨大な七味缶もありました。写真を撮っている人もいました。こちらは来月6日まで公開されています。今夜家に帰ったら探し